ミカティです。カティです。プリンです。はい、今日はですね、年末ということでみんなで鍋を囲みたいなと思って、せっかくなので可愛いチャイナドレスを着て餃子鍋パーティーをしたいと思います。ペポパー。材料はめちゃくちゃ簡単なんですけどね、味噌ちゃんに、みりんちゃんに、酒ちゃんに、ごま油、鶏ガラ、もやし、舞茸、ネギ、おお、風邪予防のネギです。そうだね、免疫アップ、摂取で、あとはなんかこれ韓国で人気のノグリラーメン、締めにもちもちで美味しいらしいです。そんでもって餃子はですね、最近コストコでめちゃくちゃ人気らしい。あ、便利だ。餃子鍋パーティーです。イエーイ、イエーイ。はい、では担当を決めていきたいと思います。はい、じゃあ和江さんは白髪ネギ担当です。白髪ネギ、はい、はい。カレン氏は洗い、はい、洗いますね。じゃあ洗い、洗います。洗い。花江さんは、はい、味付け担当です。はい、味付けます。味付け担当です。はい、じゃあ春ちゃんは入れてってもらって、はい、食べました。はい、ではレッツスタート。スタート。はい、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 はい。司令塔でまずお水、あーお水ですね。沸騰したらそのまま入れていいので3分でできる。簡単すぎ、多すぎ。そうよ。え、3分間茹でてできるらしい。本当ですか？ちっちゃ、え、超いい匂いする。なんかさ、ちっちゃい、めっちゃいい匂い。てか茶色で可愛い。あー、すごい。めっちゃ大きい。めっちゃ大きいと思ったらすごい茶色なんですけど。すごい茶色。キャワさん、いっぱい食べれるね。お酒も入れちゃうよ。入れちゃうよ。いい感じですか？いい感じ。いい感じ。
3秒80秒です。ちょっと味噌汁ご飯ぐらい、ご飯ぐらい、はい、はい、もうあと、あ、時間になりました。3分です。おお、あ、なんか鍋っぽくなった。ご飯ぐらい入れたらいいかな。はい、誰か、はい、ありがとう。はい、全然違う香りが、うん、マーブラだからね。マーブラ、鍋だ、鍋だ、イエーイ。超鍋、ポイントはごま油でした。味噌汁から鍋になった。最後のごま油がポイントだ。おいしい。ということで、3分で完成しちゃう万能餃子ちゃん、食べてみたいと思います。はい、それでは餃子鍋が完成したので開けてみましょう。パッカン。それではオープンだぞ。せーの、じゃーん。わー、かわいい、かわいい、かわいい、みんなかわいい。じゃあ乾杯しますか。はい、乾杯しましょう。どれにしますか。え、ね、どの味、ね、かわいい、ほろよい、いろいろあってかわいい、かわいい、いっぱいある。どうじゃ、じゃあ白いサワー。あ、安定、安定、美味しいよね。美味しい。シバブドウ。じゃあいい人。どうぞ。え、半分ずっこしないですか。半分ずっこしたい。半分ずっこしましょう。シバブドウ。シバブドウ。でもシバブドウ飲んだことないかも。飲んだ。カレンは。ママちゃん。ママ行ってみる。ママちゃん半分美味しい。はい。あ、じゃあ半分ずっこで。やったー。年末感ですね。年末感。あ、餃子ちゃんも。餃子。あ、じゃあ乾杯しますか。はい。はい、皆さん2021年もお疲れ様でした。乾杯。乾杯。あ、うまそう。うん。おいしい。おお。あ、おいしい。おいしい。じゃあ寄っていきますか。餃子鍋。あ、でも。おいしい。おいしい。このね、最後のごま油の香りが ね、なんか普通にお好みで追いごま油しても美味しそう。やだよ、やりたい。おご、おご、おごま、おごおごこれ絶対味付け失敗しないと思う。確かに。うちらめっちゃ目分量っていうか。よし、いただいてみましょう。せーの、いただきます。はい、猫舌なんだよな。ピート今めっちゃ熱いよ。猫舌なんですよ。あ、待って、お皿がもう熱い。ああ、熱いよ。おお、あ、お汁が美味しい。え、ヨーガ終わる。マシっそよ。美味しい。あ、美味しい。甘い。甘い。え、一口で言ったんですか。絶対熱いですよ。甘い。鍋に、うん、いいですね、うん、このサイズが、うん、よき、うん、ちょっと待てよね。おいしい。おいしい。いや、年末感が溢れ出ている、うん、あの、皆さん2021年はどうでしたか。皆さんどうでしたか。思い出に残ったこと。思い出に残ったことは、私はあの写真集を出せたことがすごい嬉しかったことと、1年半ぶりのサイバージャパンダンサーズとしての新曲、うん、あ、うん、あ、出せたこと、うん、ね、もうやっぱりこうちょっと時間が空いたから余計なんかすごいありがたくって、うん、なんか私たちの歌が久しぶりで嬉しかったです。ね、ですね。そうだね。どうですか、かずやさん。え、うん、イベントがある時期とまたなくなって、うん、そうでしたね、時期が続いて、うん、けどやっぱまた踊れた時とかにやっぱすんごいありがたいなって、そうですね、みんなで言ってるやんな、うん、やっぱ楽しいみたいな、お客さんがいるみたいな、そのやっぱ繰り返しやの1年やったから、やっぱありがたさを実感した。お仕事のありがたさ、踊れるありがたさの実感した1年でした。うん、どうでした、はるちゃんは。まあなんかずっとね、歯がゆいというかもどかしい時間もやっぱり絶対あったので、うん、1年の中に、うん、そうやって改めて今まで普通にあったことがどれだけありがたいことだったのかっていうのを気づいた1年、うん、この 1,2 年なんで
しぶりに会ったねみたいな時とかありましたよね、ちょいちょい、うん、いつもだったらもう毎日のようにいて、うん、毎週のように仕事だと思うんですけど、あれお久しぶりですみたいな、うん、確かに時とかあって当たり前が当たり前じゃなかったですね、うん、今年、うんうんうん、カレンちゃん何かありましたか、思い出に思い出深いことは。もうみんなと一緒なんですけど確かになんか踊ることがやっぱ大好きだから今まで海外フェスとか行けてたことがもうなんか奇跡に思えてきたし、確かにあんな当たり前のようにでっかいフェスで踊れてたって、うん、やっぱこのグループに入れてよかったなってすごい思わされた。もちろん写真集とか、うん、そういうことも嬉しかったけど、やっぱめっちゃ見てが楽しみしたりとか、ね、なんかいろいろな大きいことはね、いろいろ飲んでいいですか、YouTube も始めさせていただいたじゃないですか、うん、YouTube めっちゃ思い出が結構いろいろあると思うんですけど、そうだ、ね、印象的なことなんかいろいろやってきて、うん、どこを切り取ったの、うん、やっぱドゥーン、あーあーあー確かに、あーそういろんなねコラボとかね、うん、ねさんねありがたかったですね、コラボさせていただいたり、確かに、はじめ社長、あーはじめ社長、あーまでみんな利用したのです、ね、そうだそうだ、そうだ、ハリーいただきます、ハルちゃんもっといっぱいあるでしょ、 YouTube の思い出本当だ、ハルちゃんそうだよ、ハルカめっちゃ出てる、ハルちゃんもう YouTuber だから、 YouTuber だよね、ありがとうございます、確かに今年は結構イベントよりも YouTube が多かったし、メインだったかな、プライベートで全然温泉に行けてなくて、あ温泉行きたいなって思ってた時にちょうど温泉の撮影入ったりするのすごい嬉しかった、うん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 、では締めのラーメン入れますか、はい、めっちゃもちもちらしいのぶりラーメン、のぶりラーメン、麺と粉末スープ、火薬を一緒に入れて5分煮込む、簡単、うさそう、味付きなのでね、今日はスープ、粉末スープを入れないで火薬を入れる、うん、めっちゃいいよ、もうちょいよ、もうちょいよ、はい、さよなら、さよなら、なんか出てきた、すごい出てきた、すごい、シュシュポポ、うん、開けてみてください、はい、開けちゃいます、締めの伸びる、いい感じ、いい感じ、おいしそう、5分って早いね、早い、いいんじゃないでしょうか、グリラーメン、おー、うん、なんか麺がもちもちと、もちもちらしいです、これ、はい、おー、これってどういう意味、あれ入れたら何の味になるんだ、辛いっぽいです、うんうん、辛いんだ、うん、辛いんだ、ほんと真っ赤だ、本当は、あ泣いてるもん、うん、ハッツって書いてある、ハッツ、ハッツ、うん、のぶりラーメンはコシのあるもちもちした太麺と貝、イカなどから取った海鮮エキスに唐辛子、ニンニクを合わせた海鮮うどんラーメン、そう、そう、ほんとですか、のぶりは韓国語で、タヌキ、めっちゃ美味しい、あタヌキっていいんだって。タヌキっていいんだ。タヌキラーメン。すごい。うん、麺がしっかり。うん。しっかり。うどんらしいですね、うん、これ。あ、ラーメンっていう。うどんなんだ。すごい美味しい。美味しい。じゃあ辛いの食べますか、うん。辛いの食べたい。気になる。え、辛いの気になる。おお。うん。一回にして。
しい。おいしい。麺が赤いきつね麺。うどん。うん。うどんみたいな麺。そうね。ちょっと赤くなった。うん。ありがとう。おいしい。あ、でもおいしいよ。変わりました。なんか変わった。味変。あ、辛い。え？入れてみよう。結構スパイスっていうかなんか辛い味、あ、唐辛子の味がして、さっきより少しね、なんか強め、引き締まり、なんか味噌じゃなくなった感じ。あ、こっちの方が好きかも。うん、辛い。辛いですか？辛い。これ全部入れたらめっちゃ辛いかも。うん、そのままいくら辛い。だってね、全部いったらそこにハッと泣いてる、うん、サナキが泣いてるから、うん、鍋いいですね、うん、年末感、うん、楽しい、うん、いつもクリスマスとかにイベントとか出たりしたら、うん、すぐもうカウントダウンみたいな、もう怒涛、あっという間に1月1日開けてて、ハロウィン終わってからっていう、確かにハロウィン終わってからトントントンって毎年ね、うんうん、ということで年末鍋パスペシャルでした。皆さん今年もありがとうございました。来年も、来年も素敵な年になりますように。そしてサイバージャパンダンサーズよろしくお願いします。この動画がいいなと思ってくれた方はチャンネル登録、コメント、いいね、高評価全部お願いします。バイバーイ。